ルフィとウソップの睡眠時間比較。驚くべき結果が明らかに。こんにちは、皆さん。今回は人気アニメワンピースのキャラクタールフィとウソップの睡眠時間を比較してみました。実は彼らの睡眠習慣には興味深い違いがあることが分かりました。早速見ていきましょう。まずはルフィの睡眠時間から始めましょう。彼はゴムゴムの実の能力者で、常人よりも高い身体能力を持っています。そのため、彼の睡眠時間は通常の人とは異なる傾向があります。驚くことに、ルフィの平均睡眠時間はたったの3時間なんです。彼は冒険の途中で常に戦いや困難に立ち向かっているため、睡眠時間を削ることが多いようです。一方、ウソップの睡眠時間はどうでしょうか？ウソップは人間団の使い手で、ルフィと比べると身体能力は劣るかもしれませんが、彼もまた興味深い睡眠習慣を持っています。実は、ウソップの平均睡眠時間は6時間なんです。彼は冒険の中で狙撃の腕を磨くために、しっかりと睡眠時間を確保することが大切だと考えているようです。このように、ルフィとウソップの睡眠時間には意外な違いがあります。ルフィは冒険に没頭し、睡眠時間を削ることが多い一方、ウソップは狙撃の腕を磨くためにしっかりと睡眠時間を確保しているのです。皆さんはどう思いますか？ルフィとウソップの睡眠時間の違いに驚きましたか？あなたの意見をコメントで教えてください。また、ルフィやウソップの睡眠時間についての興味深いエピソードやご意見もお待ちしています。この記事を読んでくださった皆さん、ありがとうございました。次回もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。